サグラダ・ファミリア何がいいのだって。うん。何がいいんだろうね。やっぱり、見たときに嬉しいっていうのが、まず、俺の中でやっぱりいいなと思うよね。やっぱり有名人なんですよ。サグラダ・ファミリアって。見たら嬉しいんですよ。うおーって思ったのが、ね、初めて、あの、一昨年か、バルセロナ行って、去年か、バルセロナ行って、そうね。 だパンプのケンゾウと、今日サグラドファミリア行こうぜって言って、向かってる途中からもう嬉しいし、で、なんか、てっぺんとこがちらっと見えたりするんだろ向かってる途中に。うわい今見た見たみたいなこと言いながら、ケンゾウ、おいサグラダ見たみたいなこと言いながら、<laughs> 近くの駐車場止めて、降りて歩いて、うわこのカード曲がったらサグラドファミリーですよ、つって、わーって上げて公園みたいにちっちゃいとこあって、その向かい側にさ、うーわーってなんだよ。 うわーってなるの。お昼見に行ったら、なんかちょっと土気のある建物なんだけど、夜とかさ、夕方ぐらいからもうライトアップしてて、もう幻想的で、で、手前の池にそれがこう、なんつうのあの、なんとか富士みたいな、逆さ富士みたいなの映ってて、ああ、で、みんながそれをこう地球上から見に来てみたいな感じの、みんながハッピーな気分になってる場所で、まあ、有名人なんだよな。うん。素敵ですよ。